視覚障害者が一人でポッドキャストを始めてみた立花龍之介ラジオ。皆さんこんにちは、立花龍之介です。視覚障害者、独居老人、アラセブの私が一人でポッドキャストを始めてみました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 This is Tacabana Radio。 はい、本日は江戸時代の盲目のミュージシャン八橋建業という方についてお話し申し上げます。八橋というのは名字です。数字の8にブリッジの橋、これで八橋とお読みします。建業というのは名前ではなく位の名前ですね。平安時代から続く朝廷からいただける位の名前なんですけれども、江戸時代になりますと視覚障害者の人たちの最高位という言い方をされてます。まあ別にね、視覚障害者はこの兼業より上になれないかっていうとそういうことではなくて、当時というのは江戸時代ですね、視覚障害者は藤堂座という組合を作ってたんですね。そしてこれを朝廷や幕府が保護していた。ここのトップを兼業という意味で、視覚障害者の最高位という言い方になってます。場合によっては兼業以外に総兼業、総というのはトータル、総理大臣の総ですね、総兼業という地位の方もいらっしゃったようです。申し上げましたように江戸時代の前期ですね、この方も子供の頃視力を失いまして大阪に出るんですね。お生まれは確か摂津の方だったと思います。で、三味線の名手として名前が知られるようになります。プレイヤーですね。まあもちろん教えるということもやっておられたと思います。この方が後に江戸に下校しまして、当時トップクラスの琴の先生につきましてお琴を極めるんですね。そしてその後八橋流という琴の流儀を創設しまして、この琴が大人気になるんですね、江戸でも。それからこの方は京都でね、八橋流の道場みたいなものも作っておられて、京都と江戸で流行ればそれは全国に広がりますね。こう言ってもちょっとピンとこない方もいると思うので、少し楽器についてね、歴史的なことをお話ししますと、まず琴というのは奈良平安の頃に大陸から半島を経由して入ってきた楽器とされている場合も多いんですが、実は日本にも日本古来から、これは弥生時代から琴という楽器はあったそうです。で、この日本の琴と大陸から来た琴が、合体しまして日本の琴が成立していったようですね。ただこの琴という楽器はですね、貴族の楽器だったようで、非常にゆったりとしてお上品な楽曲だったようですね。ですから貴族の楽器から広まらなかったわけです。一方三味線というのは室町の頃から徐々に沖縄琉球の三線という楽器が改良されて、まあ九州経由で、または沖縄からダイレクトに本州に入りまして、改良に改良を重ねて三味線という日本独特の楽器になったわけですが、まあ室町以降といってもね、
やっぱり戦乱の時代が続くわけじゃないですか。戦乱の時代、戦場になっている場所、そういったところでは音楽の文化は開かないですよね。で、やっと平和な時代になって、江戸時代に三味線は人気になるんですね。まあ新しい楽器、最新の楽器ですから、まあ例えて言うならば60数年前のエレキギターベンチャーズとかね、そういった感じだったんだと思うんですね。で、庶民に非常に流行ったわけです。で、視覚障害者の団体たる東道座というのがありまして、もともとは琵琶法師、あの小泉八雲のね、怪談という中で耳なし法一という話を聞いたことがある方も多いと思うんですが、ここに出てくる琵琶法師、お坊さんの格好をして、髪は剃髪して、まあ坊主にしてですね、琵琶を持って琵琶を奏でながら、耳なし法一の時は平家物語を語るという人たちがいたんですが、三味線もね、まあ琵琶と似てる部分はありますわな。弦の数は違いますけれども、バチで弾くというところは三味線も琵琶も似てますしね。多くの視覚障害者がプレイヤーとなり、また先生になっていった、まあその東道座の一員である八橋兼業も三味線を弾き、それの名プレイヤーとして有名になっていったわけですけれども、この新しくてポップでかっこいい三味線音楽を琴に取り入れたわけですね。そしてこの八橋流のお琴というものが大人気になります。それまで貴族の楽器だった琴が武家社会や商人の社会にも浸透しまして、まあ庶民に大人気を得るんですね。とは言ってもまあね、職人のおかみさんとかが弾いたということではないんですけれども、武家の奥方や娘さん、商人の奥方や娘さんの定番の習い事、琴を弾けるのは常識、そのような状況になってきたわけです。また音楽理論もきちんと構築しましてね、その音楽理論は琴三味線に限らず他の楽器の音楽にも大きな影響を与えたと。琴という楽器を庶民のところまで広めた、流行らした、そして琴を弾くというプレイヤーとしての仕事、そして琴を教えるという仕事を視覚障害者にもたらした、こういう貢献が八橋兼業にはあったわけです。八橋というと京都のお菓子、生八橋って美味しいですよね。あれを思い浮かべる方も多いと思いますが、有力な説として八橋というお菓子の名前はこの八橋兼業からいただいたという有力な説があります。あのおせんべいというか甘いおせんべいの方の東の方ですね、はこう長方形のお菓子が真ん中をこう折ってあるというか、カーブさしてますよね。そしてあの形はお琴を模したものだというふうに言われてます。まあ八橋兼業以降もですね、視覚障害者で音楽家という方は何人も出ていまして、新たにね作曲をしたり、また三味線とのセッション組曲みたいなものも後にね発表されたりしてます。八橋兼業は作曲家としても多くの琴のメロディーを作っておられるんですが、現代でもねお正月になるといくつか聴けるそうです。一番有名なのは六段の調べ、六段の調べという楽曲です。
YouTube 等でも聞くことができるので、よかったら聞いてみてほしいんですが、最初はね、非常にお上品でゆっくりなこうメロディーからいろいろとこうテンポアップし、演奏方法もね、にぎやかになっていく、そんな楽曲ですね。この後は視覚障害者と音楽、日本の歴史の中でね、結構重要な話だと私は思うことがありますので、後半は琵琶法師を中心にした視覚障害者と音楽の関わりについてお話していきたいと思います。 This is Camino Subtacabana Radio。 はい、後半は視覚障害者と音楽ということで少し話してみたいと思います。まずね、三味線と視覚障害者ってあまり結びつきが感じられないと思う方もいらっしゃると思うんですね。もちろんね、高橋竹山先生のように、津軽三味線を日本中に広めた方などもいらっしゃいますけれども、これはね、簡単に説明できます。風が吹くと桶屋が儲かるという慣用句がありますね。全く関係ないように見える原因と結果、風が吹くという原因によって桶屋が儲かるという結果が生まれる。しかしこれも、まあ多少無理やりでも理屈をつなげていくとそういう結論が得られる。まあこじつけ的な意味合いで使うこともありますね。どういうロジックかというと、風が吹きます。そうすると土ぼこり砂ぼこりが舞い上がります。それが目に入ります、人々のね。そうすると視覚障害者が増える。視覚障害者が増えると彼らは、たつきの道、つまり生活の糧を得なければなりませんので、三味線弾きになる。三味線弾きが増えると三味線の需要が増す。三味線には猫の皮を使いますので猫が減る。猫が減るとネズミが増える。ネズミが増えると桶がたくさんかじられる。桶は生活必需品ですから、桶の需要が増えて桶屋が儲かる、こういうロジックなんですね。まあ突っ込みどころはありますよね。まず猫の倉庫体数に比較して視覚障害者がどのくらい増えるとね、猫がとても減ってネズミが増えるという現象が起きるのかというのがありますね。まあ若い方ですと、猫が減るとどうしてネズミが増えるのと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ね、トムとジェリーというアニメを見てもわかる通り、ネズミの天敵は猫なんですね。私の子供の頃では猫を飼う動機はネズミ退治、ネズミ防止だというのは、まあ常識の範囲だったと思います。もう一つの突っ込みどころは、ネズミが増えると桶をかじるというところにフォーカスを当てるのかいと私は思っちゃいますね。まず伝染病とか心配しろよと。それから次に、赤ちゃんとか子供がネズミにかじられたり引っかかれたりして怪我も増えるだろうと。まあ実際ね、赤ちゃんが生まれると猫を飼うというような慣習があった地域もあるそうですね。まあ、あとは土蔵、土と漆喰でできている蔵ですね。あれは防火施設なんですね。質屋さんとか
商人が大切な商品だとか価値の高いもの、それから証文ですね、そういったものを保存していく置く、まあ対価金庫のでっかいのみたいなものですわね。火事と喧嘩は江戸の花と言われるぐらい、ええ、江戸時代は火事が多かったわけですから。でこの土蔵もね、ネズミがね食い破って穴を開けるんですね。そうすると火事の時にこのネズミ穴から火が入って大切なものが燃えてしまう。商人が、商人が倒産するというようなことはあったそうです。まあ落語の題材にもなってますよね。あ、話が横道にそれました。立花龍之介ラジオはたまに横道にそれます。ご容赦ください。はい、三味線と視覚障害者の関係はご理解いただけたと思います。続いて琵琶の話ですね。琵琶という楽器は東アジアに広く分布している楽器だそうですが、日本には、仏教とセットで伝来しています。ですから飛鳥なら平安にかけて、というか飛鳥ならですね、その頃に琵琶は日本に入っております。もともと琵琶という楽器は宗教音楽のための楽器でした。宗教といっても仏教ですよ。仏教の教えとして正しい言い方かどうかはわかりませんが、死者を慰めたり、または遺族を慰めたり、そういったことにこの琵琶という楽器は使われてたようなんですが、途中からですね、琵琶僧、琵琶というのが楽器の名前ですね、僧というのはお坊さんという意味です、僧侶の僧ですね、というスタイルができまして、琵琶を奏でながら仏法を説く、仏法を語ると言った方がいいんですかね、そういうスタイルが生まれました。まあ多分お釈迦様がこういった時にこんなことがあったんだとか、こういうふうに誰かに悟したんだとか、そういう物語をね、琵琶僧が語るというスタイルが生まれたんですね。で一方平安時代に、皇族の方で視覚に障害がある、つまり盲目になって、ただこの方が音楽に非常に才能があった方がいらっしゃいまして、この方がね琵琶に、琵琶を奏でながら物語を語るという別のスタイル、つまり仏教とは離れたスタイルを作ったんですね。そしてこれを視覚障害者に教えた。これがね、琵琶法師のスタートなんですね。で、この視覚障害者の琵琶法師の集団を朝廷は保護します。そしてこの視覚障害者の集団、座と言いますが、まあ組合みたいなもんですね。これは朝廷の保護を受けながら、視覚障害者としての自立、自活のために、この琵琶を奏でるという、奏でながら物語を語るという、このスタイルを、お師匠さんから弟子に教えて、弟子が一人前になるように育てると、こういうスタイルの組織を作ったわけですね。で、さらに時は下りまして、鎌倉時代。鎌倉時代になりますと、平安時代の頃の物語、例えばね、源氏物語なんかを語ってたんですが、鎌倉時代になりますとね、平家物語、源平盛衰記を語るのが流行するんですね。そして琵琶法師たちは武家の屋敷に招かれ、また寺院に招かれ、貴族に招かれ、またいろんな場所に招かれて、
様々な物語を語るというスタイルになったわけです。ただこの時になりましてもね、あくまでも琵琶法師ですから、僧侶、つまりお坊さんの形、格好をして、髪の毛は剃髪して坊主になってね、琵琶を抱えて平家物語などを語っていると。そしてそれは弟子から弟子にこう引き継がれていく。実際この頃、鎌倉時代に残っている絵で、琵琶法師を描いている絵がいくつかあるそうです。私見たことないんですが、その時ね、必ずお弟子さんを連れてるそうですね。武家の屋敷に行く、大きいお寺に行く。そういった場合、最低一人、または複数人のお弟子を連れていく。つまり、座の中で、自活できる琵琶法師を育成していくシステムができていた。そして、室町以降になりますと、三味線という楽器が出てきますね。で、まあ、琵琶と三味線ってね、まあ、弦の本数は違うけれども、バチで弾くところとか似てますよね。角度は違いますけどね。で、三味線を弾く視覚障害者も増えてきた。こういった人たちが、藤堂座の方に所属して、弟子に、琵琶や三味線を教える。それがずっと続いてきたわけですね。で、八橋兼業が琴をこの視覚障害者としての職業に加えたと。職業の選択の幅が広がったわけですね。そしてこの後、すぐに杉山兼業という方が出るんですね。この杉山兼業という方は、鍼灸按摩、つまり針とお灸とマッサージですね。この仕事を視覚障害者にもたらした方です。まあ、杉山兼業以前にはいなかったのかというと、いたんですね。実際杉山兼業の先生も、目の見えない方ですけれども、鍼灸マッサージの先生だったんですね。そしてこの方は世界最古の盲学校、視覚障害者向けの教育機関。しかも幕府公認のですね、つまり政府公認の盲学校を世界で初めて作った人です。最終的には45校、ですね。この方は視覚障害者に対する鍼灸按摩の学校を作られた。これが現代も視覚障害者の職業の一つとして、盲学校には必ず鍼灸按摩の学科もあるそうですね。杉山兼業のお話はまた丸々一回作ってお話ししたいと思います。そしてその後、花輪兼業。この方は音楽でも医学でもなく学者さんなんですね。国学の大学者、すごい授業をやられたんですね。そしてヘレン・ケラーさんとの関係もあるんですね。直接は関係ないですよ。杉山兼業、杉山和一、平和の和に数字の1ですかね、多分。それから花輪兼業は花輪保喜一と言いますね。このお二人のお話、大変面白い話です。講談等にもなっている方なので、まあぜひきっちりと作って、大変なんですけどね、きっちりと作るのね。一人の人物を 2,30 分で喋るっていうのはね、頑張ってやってみたいと思います。今日は江戸時代初期の盲目のミュージシャン、八橋兼業についてお話し申し上げました。最後まで聞いてくださいましてありがとうございます。それでは失礼いたします。本日は立
立花龍之介ラジオを聞いてくださいましてありがとうございます。このラジオの内容は立花本人の経験や感想に基づいています。正確な検証をしていないこともあります。どうかご了承ください。今後も気軽で楽しい放送をお送りできるよう努めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。